はい、今日の体育はバスケや。まず試合とか練習する前に簡単なテストするぞ。ルールは簡単や。ゴール下で30秒で何回シュート決めれるかや。じゃあそれぞれ各自空いてるとこに分かれていって順番交代でやっていくぞ。ゴール下でシュートできるかな。いや、全然できる気しやんぞ。よし、みんなおらんとこでやろ。あ、こや。じゃあ30秒始めるぞ。よーい、スタート。おや、あ、おい、あー、やばい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 、おい、あー、おい、あー、あ、正面か、おい、あー、おい、よし、おい、あー、おい、あー、いや、あー、ドラゴンシュート、あー、おい、あー、回転シュート、あー、トイヤ、あー、おりゃ、はい、終了。じゃあ順番に結果言いに来て。30秒で2回しか入らんかった。俺サッカー部やのに運動音痴って思われんの嫌や。もう一回やろうかな。おい、マサヤ。うわ、もう終わったやろ。次そこでやらして。ああ。てか何回やった？終わったよ、次に来いよ。2回ですとか言いたくない。そうや、あの方法を使おう。エフェ終わりました。お、何回や。22か。は、はい、そう、22回です。マサヤ何回やった。え、俺22やけど。やば、まあな。マサヤ何回言って。え、俺は22やで。えぐ、バスケ部並みやん。そう、てかお前は17。まあまあやな。マサヤ何回言って。おう、ふとだ。俺は22やけど。22回ミスったの間違いじゃなくて。あ、ああ、まあ、違う違う、俺は22やの。てか本当だ、お前は何回やねん。俺は3回まあお前はそんなもんよな。マサヤ何回やった。え、俺22。お前は。俺は20。まあまあやな。はい、集合して。はい、みんなお疲れ様。全員記録言いに来たな。じゃあ20回以上のやつ前来てみんなに見本見せたって。ごめん。よし、じゃあマサヤから。あー、痛い痛い痛い、足がつってきた。あー、足がつってきた。あー、待って、肩が抜けそう、抜けかけてそう。あー、首が痛い、首が痛い。あー、あー、頭が痛い、頭が痛い。待って、目が。あ、今しな記録ゼロ回に振るぞ。行きまーす。ほいさ、あれ、あいつバリ下手くそやん。ほいさ、あー、ほら、もう言うこと聞きなさい。ほい、あー、ダメでしょ。こっちからよ。ほい、あー、よ、あー、しかこんな感じで。はい、マサヤの記録は3回。よし、1回伸びた。え、マサヤ全然できてないやん。そ、違うねん。マジかつやん。嘘つきや。こいつありえへん。違うねんって。平気だよ、嘘つくやん。最低や。俺の方が一回多い。シュート本数って言ってたやんか。俺さ、シュート打った本数やと思っててさ。いやー、まさかシュート決まった数やとは思わんだなー。普通に考えたらわかるやろ。なんなんこいつ、意味わからんねんけど。もうほっとこうぜ。みんなー。てかマサヤ、あんなポンポカ投げてボールもどっか飛んでいってたのによく24回も投げれたな。ああ、俺ボール拾いは得意分野やねん。え、ああ、
俺ベンチやからさ、日頃からボール拾いの特訓してるんよ。だからボール拾いに関しては誰にも負けへんで。